でボールが当たって勝手に飛んでいく。昔バリーボンズが俺肩で打つんだよって言ってるんですけど、でもそれが本質です。俺らなんかさ、右脇をやっぱ締めるとか。あ、そうです、もう絶対ダメです。もうそれだけはもう怖いんだ、もうお化け怖いみたいな。すいません、すいません。はい、どうもよろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。よろしくお願いします。ちょっと経歴は、はい、メジャーの 3A まで行ったという。そうですね、あと1個でしたね。でホームラン王も取ったと。そうですね、ホームラン王は独立 A で、独立リーグで取りました、ね、まあまあそういう経歴の持ち主で、はい、まあ、特に特化してるのはバッティングという。そうですね、もう今僕左投げ左打ちなんで、うん、内野手教えろっていうのは絶対無理なんで、はい、まあ、この体型じゃ無理ですね。無理ですね、はい、まあ、僕の体型でギリギリですやっぱね、僕ら子供に教えてくれって言われても、はい、やっぱ今の理論と我々がやってる時の理論って分からないんですよ。なるほど。違うんですよ、もう子供たちも YouTube を見ながら勉強し、うん、まあ、YouTube もされてて、うん、改めてちょっと勉強に来ました。あ、いやいや、いや本当に恐縮です。もうね、教えてくれってドキッとするんですよ、やっぱ恥ずかしいんじゃないかと思って。あ、いや自分の理論が今通じるのかどうかなのかっていうのは全くわからないし、うん、だからいろんな打ち方はやっぱ僕も勉強したいと思って今日来ました。ありがとうございます。よろしくお願いします。本当に。いやだから、はい、俺はねダルビッシュと、はい、コラボした時に、はいはい、やっぱ今の指導者がね勉強してないと、はい、だから本当に勉強しに来たのよ。でもバッティングってさ言えば正解ってない、うん、ね、だけど確率ってあるじゃない。そうです。だからね、指導者の立場の人たちがちゃんと勉強してもらってバッティングに正解がないけれども僕はこう思うって言っちゃうのはちょっと僕逃げかなと思っちゃってて、うんうんうん、なんでかっつったらバッティングっていうのはその取り組む選手たち個人個人が自分のそのフィジカルのそのね手の長さとかその構造が全部違うからその自分でメカニクス作ってってくれればいいんだけど、ピッチャーマウンドからのベースまでの距離っていうのが30年前と今で変わってるわけでもないし、1回メジャーがトリプル A で何十センチ伸ばすとかすごいことやったけど、いや結局変わってないし、で球速平均球速が上がってきたって事実も今もう揺るがなくあったりとかして、めちゃくちゃ速くなってますし、それに伴って変化球も小さく鋭くなってるじゃない。そういうことですよ。だからもうそれに対応していくって大変なことだと思う。大変なんですよ。だからまっすぐすらフォーク以上みたいな時代は終わってるわけじゃないですか。そうそうそう。今もうこんだけデータがあって球の球種も増えて、で、まあ、言ったらストレートが速くなってくるってことは、ピッチャーがボール離してから打つまで、打つって決めるまでの時間ってもう短くなってるわけですよ。0コンマ4ぐらいしかトータルなくて、その前の0コンマ2ぐらいで打つか打たないか決めて、残すは0コンマあって0コンマ2なんですよ。0コンマ2切ってる中でじゃあどう出すって時に、こっちに出すのは不利だって思ってほしいんですよね。距離的な問題で、僕左バッターですけど、左手が一番キャッチャー触れるぐらいの後ろにあって、うん、右手はピッチャーに近いところにあって、うん、こっち優位でバッティングしてたら、うん、距離がこの分、ね、判断する距離がこの分損してるというか、こっちさえ使えばこの分遅くできるっていうことなんで。面白いね。でもその0コンマ何秒っていうところがもうピッチャーに取られちゃったんで、165とかインチキですよ本当。170とか投げちゃダメですって人間。いやダメだよ、ね、ダメですよ。故障するよ。本当ですよ。そしたらもうちょっと10メートルぐらい後ろから投げてくんないとこっち打てないんですよ本当。いや本当ね、もう反応できないよ。いやその世界になっちゃってるんですよ、うん、でもねこれを今こう熱く語ってこうやってやっても、やっぱ子供の野球は違うだとか、こう高校野球は違うってなっちゃうのがちょっと悲しいところなんだけど、だからボールを打つっていう現象をできるだけキャッチャーは取れるんだから簡単に触れるよねってとこに頭作ってっちゃうと、変化球っていうイメージじゃなくて全部オフピッチっつって遅いボールっていう発想になれるんで、速いのをここだいければ遅いのねって言ってこっちで取れるようになってくる、なるんで、
あのね、はい、左投げ左打ちってたでしょ、はい、そうです。俺右投げ左打ちじゃない、はい、そうなんですよ。やっぱね感覚はね右が強いのよ。そうで、これはでも利点っていうか武器なんですよ。武器だけど、はい、もっと早く知り合ってたら相当前だけどね。相当前ですね。僕あの小学校で言ってる時に僕がこうやってバーティカルっすよって言ってればよかったですね。いやだから最初の小学校で野球教室の時ここで取る感覚、そうですね、がここに芽生えてたらやっぱ想像的にはもっと打てたと思う。そうです。日本の打撃論いろいろあるじゃないですか、うん、まあこうだったり、うん、こうだったり、うん、こうだったり、うん、いろいろあるんですけど、ボールとこうバットがこう衝突するために手を早く振るとかいう感覚が逆にマイナスなんだよっていうところを理解して指導しだすと、だから今おっしゃったようにこう触れるというか取る感じで、ボールが当たって勝手に飛んでくっていうその考え方になってくると、打撃論は違えどそのねやたら強く振ればどうにかなるみたいなのは違うんだっていうのを気づいてもらえるといいんですよ。だからあのロングティーとかあるじゃないですか、教わることってキレよく振れ、ヘッドを使ってめちゃくちゃここをだまあ要はキレよくですよね。なんかそういう表現でやるってことはイコールいかに練習で強い打球を打つかみたいなことしか正直教わってこなかったんですよ。はたまた試合に移った時ってピッチャーは打ちにくいボール投げてくるわけじゃないですか、うん、その速いボールが来るのをこう箸でこうやってつまんでるみたいな感じになっちゃうんで、うん、もう宮本武蔵の世界そうそうそうガーってなって箸で変えようみたいな、パチーみたいになってくるんで、練習では止まってるボールとかそういう打ちやすいボールを打つからここで当たるよねって分かってるんで、ここでバチーンってめちゃくちゃ返しても飛ぶんですけど、このパーンって返してる動作がめちゃくちゃ危険なんだなっていうのをもうなんか今ずっと広げて死ぬまで広げていきたいなというか、だから面で打つっていう感じだよね。そうですね、ボールがバーンってやってくんだから、トラックがこうブーってゆっくり走ってるような感じで早くこっちが当たってくれる感じ、相手の力を利用する、そう、そういうこと、そういうことです。相手の力を使うというか、その感覚は本当にいりますよ。160キロの威力で来るものを、はい、180キロぐらいではできないよね。できないです、できないです。だけど大谷さんってスピード速いよねとか打球速速いよねって結果速いんですけど、はいはい、ただ本人が試合でめちゃくちゃ速くバット振ろうって意識はないはずなんですよ。だからクリケットバットで調整して面の意識とかつったらボールが勝手にすっ飛んでいって帰ってるんですよ。帰るのが早いんだけど、たまたま入っちゃってる感じというか、速いボールが左中間とかレフトの方に勝手に飛んでいくようなスイングにはならなくなってきたのは本人が分かってたと思うんで、昔バリー・ボンズが速いボールが打つときにどうするっつったら、俺肩で打つんだよって言ってるんですけど、肩とバットの芯が一緒なんですって。でボールは当たってくれるからセカンドフライ打っとけば入るんだ俺みたいなわけわかんないこと言ってるんですけど、でもそれが本質です。いやあのやっぱバリーボーズ見てるとこうやって、ね、構えて、はい、こう、ね、そこで終わってるんですよ。そうだよね、はい、前にも体出ないし、はい、出ないです、ね、もう軸はそのままでそこで待ってて振るっていう、ね、あそうですそうです。でだからそのイメージっていうのは要は飛ばそうと思ってないという、でも見てる人は飛んじゃうからどっかにやっぱり秘訣があるんだろうと思っちゃうんだよね、はい、仮に秘訣あるとしたら P 入るかもしれないですけど、あの当時だとしたらね、いけないもの使ってあのでっかくな、僕よりでっかくなっちゃってたから、ステロイド、ね、仮にフィジカルがそんだけお化けみたいに強くたってスキルがなかったら打てないんで、その技術ですよね。で彼が晩年中か、まあ一郎さんも指導してる時にキャッチャーが取れるんだから打てねえボールなんかねえよっていう発言があるんですけど、正しいなと思ってますよね。まあ確かにね、30センチ後ろでキャッチャーこっち向いてボールパシッパシッって170だろうが取ってんだろうと、なんで俺ら30センチ前にいるやつがさこの息って振んなきゃいけねえんだよみたいなところが説明してるんですよ。あの時代にこのグラブがバットになってキャッチすりゃいいんだみたいな、後ろの手でボールを取るみたいな感覚っていう、ただ練習をすればいいだけだと思います。日本のバッターたちっていうのは
今難しい方の打撃論でずっとやってきて、それはもう世界も勝ってるし、今でも十分スキルは上なんだから、今誰も掘ってないここで触ってく、え、こんなんでええのっていうところを練習すりゃいいだけだなぁとは思ってるんですけどね。そしたらもっとレベル上がる。俺らなんかさ、やっぱ右脇を、ああ、その問題ですね、右脇をやっぱ締めるとか、あ、そうそう、これ締めたあるじゃない、絶対ダメです。でもね、締めるとスイング遅くなるの。はい、そうです、もう絶対ダメです。いや、ただもうそれだけはもう怖いな、もうお化け、お化け怖いみたいな感じの、ちょっと危険な感じ、やっぱね、はい、俺らの時代ってやっぱこう、こう脇開けてバット押されるわけ、うん、押したら力がないだろうと。あ、そういう表現しますよ ね、するでしょ、はい、脇を締めてみろ、ちゃんとで出してみろって。あ、それやります、ね、ほら、我慢できるだろうって。なるほどと思う時があったわけ。分かります、僕は やらされましたもん。いや、だからこの脇はどうなってんのかなと思って。脇はどうなってるか、いや、どういう風に使えば、あ、脇こう締めちゃうっていうのはエラー動作に直結するんで、だから手が返るってことですから、そのこの面で表現するなら本当はこのままずっと行ってほしいところが、そうそう、これがこう、ここがこう締めることによってこういう動作になりやすくなる、うん、当たる面どっかに消してるっていうか、バットがもう当たる余地がなくなってきちゃうんですよね、この脇が締まった瞬間に、うんうんうん、でこれが、まあ、全然良くないというか、まっすぐドンピシャでここでピターンと打つなら打ててるんですよ、うんうん、だけど抜かれてるボールこうしたらもうどうにもできないじゃないですか、うん、これがここがスッと開いて伸ばせるこの幅があると、だここ締めるとか締める、締めないとかいう議論が日本以外の国ではないと思います。いいですね、締め、だからぐるぐる巻きされてこうやってこうやってこうやってスイングする文化がなくて、あるいやいや、日本にはあるの知ってるんですよ、僕も日本の人だから。ただこれになっちゃうのはダメですね。左投げ左打ちの人ってグローブハンドこっちなんで、ボールが来たら全部バックハンドで取る感じです。いいね、はい、いいね、だからファーストでこう下からすくい上げてる状態とか、表現よくわかる。ああ、そう、それです。向こうで子供さん、バッティングを最初に教える時の子供さんに何するかっつったら、ただテニスボールとかそういうのをこうやってピョンってほぐらして、はいはい、あ、下からじゃあこうやって投げてきてこうやって取る、で取ったのをバックハンドで返すっていう練習をするんですよ。おパッ、こうやってパッ、でこれを取ろうとしたときにこうはいかないですよ、いかない。ちょっと橋下さん、今日表現が大げさですけど、いやいやいや、日本でこの肘がこうやって上がるの大嫌いな人いっぱいいるんですけど、うん、なんでこんな肘上がる、肘上がってるアウトコースどうやんだよみたいなこといっぱい言う人いるんですけど、仮にちょっとアウトコースっぽいの投げてみてください。アウトコース行ったら絶対こう行くんで、うん、絶対そうだよね、はい、だけどインコースかもしんないなって準備はいるじゃないですか、うん、そうした時にこう行く準備があって違うなでこっち行くんで、はい、すぐ目は向けられるもん、ね、はい、そういうことです。あのインハイが一番ピッチャーとの距離感的に短いんで、うん、あの肩、自分の肩、手が生えてるところから一番近いところなんで、どうしても前気味になっちゃうんですよ、いくらポイント近い言うと。だけど外の場合は距離があるんでどこでも遠くできる。だから一番顔に近いとこが一番距離ないわけじゃないですか、うん、だからどうしてもこういう準備が先にないと、あ、インコースじゃないっていう反応じゃないとできないですね。高めじゃない、内じゃないっていう感じですね。でもピッチャーの側から見てもそれがやられると面倒くさいはずです。あのホームラン打たれるか否かは別として、何かしら当てられちゃうんですよ、これがうまいと。なんか俺の鱗がなくなるよ。右手は分かったよ、はいはいはい、で左手教えるときは、あ、ちょっと やるいいですよ、そういうことだよね、こうです、うん、取りに行っちゃダメなんですよ、うん、ボールが来るまで、来るまで、来るまで待つで、そこから今うわーってこう回ってこれるし、手が伸びる範囲もあるわけじゃないですか。これ今手で表現しますけど、バットじゃないですか。そうするとここに加速が生まれるというか、ここにスピードがもうあるんで、
でも取るようにコンタクトしてポン、うん、これが上じゃないと思うんですよ。こうじゃないんですよ。パーマアップって表現なんです。それはそうです、ね、でそのパーマアップをこうやってパーンって出すために胴体はこっちの肩が落ちてないとダメなんですよ。でアメリカ人のバッターでこんなになってインパクト捉えてる人いないですから失敗がみんなこうですか。大谷さんこうですか。なるほど。パーマアップ、あのここに来る小学校1年生とかは、うん、こうやって座らすんですよ。それでこうやってゴミっぽい刀を鞘からスッて抜く動作がやろうとしてる動作と一緒なんですよ。俺、うん、そういう感覚で打ってたから